にわかせ、んぺいのパッケージにかせんべいは、株式会社市ののめ堂が製造している、博多のメーカー。1906年から販売されている菓子。漢字表記が、せんべいだが、読み方は、せんべいが正式で、パッケージに、ローマ字で、にわかせんべいと表記された商品もある。小麦粉、砂糖、鶏卵を主原料にした、甘いせんべいである。サイズは、特大、中。 小の3種類あり、また、サイズとは別に、形状も平らなせんべいと丸みを帯びたせんべいの2種類、存在し、平らなせんべいは、鶏卵が多め、丸みを帯びたせんべいは、砂糖が多めに配合されており、味が若干異なる。郷土芸能の博多人中に使用される、鼻の脇から、目の上部までを覆う、長方形のユーモラスな面をかたどっている。 せんべいのおまけとして、にわか麺が同封されている。これら以外にも、付属している、にわか麺とのタイアップとして、日清食品のチキンラーメンのマスコットキャラクターである、ひよこちゃんとコラボしたぬいぐるみなどが2015年7月23日より8月30日まで、JR 博多市内の期間限定ショップにて、発売された。2016年現在では漫画、ヨッバと、 に、登場するキャラクター、ダンボーのパッケージ、映画、ワンピースフィルムゴールドのルフィのパッケージ、劇場版7つの滞在天空の囚われ人に、登場するメリオダスのパッケージの、にわかせ、んぺいが販売されている。友達と喧嘩した少年、ゼンジを、コラゼンジ。また喧嘩してきたっちゃろと、母親が叱り、ゼンジにカせんべいを持たせ、はよ断りば言うてくんしゃい。 わよと友達に謝りに行かせる。善ンは、途中でにかせんべいを食べてしまう。そして、善ンは、友達の家に着くと、玄関の扉を開けてにかせんべいの箱を友達に見せ、にわか麺をつけて、ごめんと言って謝る。この CM は1974年から使用され、ターマニー、ハーケンカニー、風景てキーという歌も、相まって人気があり。 福岡県内では有名な CM である。1960年頃から放映されている、宮田小路万んや1970年前後から放映されている、風月フーズの雪うさぎ、1975年頃から放送されている左衛門のや、博多ブラブラの CM などとともに、九州でも指折りの長寿 CM で、現在も多くの人に親しまれている。全員時のモデルは、 CM 制作当時の社長だった高木義春であり、義春を音読みして、禅師とした。2006年2月16日付の西日本新聞で、CM を年内には新作に置き換えると報道され、新 CM では大人になった禅師が登場するという。しかし、2019年現在でも CM は置き換えられて、おらず、従来の CM と別途に新しく作られた。 二カせんべい一枚放送、博多に、我がバージョンの二つが放映されている。これらの CM は、下の目堂のホームページで閲覧することが可能。ありがとうございます。